あゆマルシェは岐阜商工会議所が企画したもので、長良川流域の観光振興を図ろうと、古い町並みが残る岐阜市河原町で毎月第3土曜日に展開しているイベント、河原町の日の拡大版として開きました。マルシェには河原町などに店を構える8店舗が参加し、あゆ菓子の実演販売のほか、あゆの形をしたもなかに粒あんとういろうが入ったあゆろうや、あゆのフライが入ったあゆバーガーの限定販売などがあり、来場者が多彩なあゆの味覚を楽しんでいました。世界の農業遺産、そして岐阜のシンボルである清流という意味でのですね、あゆというのは大変大事な岐阜の、大事な宝物だと思っております。このあゆマルシェというのは初めて一緒に開催ということをさせていただいて、また一緒にやれればトライしてみたいなというふうに思っております。なお会場には文化祭を PR するブースも設けられ、来場者の関心を集めていました。